おお、やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に。金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流。カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。あの八神さん。ん？実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ、どんな仕事。今来ているのはこちらの案件です。ジャッジアイズ、続きからプレイしていきましょう。探偵依頼をここでもらえるんだね。法律事務所に浮気調査のやつが来る。あ、そうか、民事か。田口のり子かなと申します。夫が半年ほど前から頻繁に外出するようになり、その行き先は気になっております。まさかとは思うのですが、浮気調査をお願いすることができませんでしょうか。よろしくお願いします。8万か、こういうので稼ぐんだ。全然お金入んなかったもんな。受けようか。受けよう、受ける。はいはい、行けますよ。ん、これで罰でいいの。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった、いつも助かるよ沙織さん。まあ弁護士事務所に持ってこられてもっていう話なのかもしれないな。メイン進めるか。よう、お前まだなんか探ってんのか、この間の事件。そうか、モグラを探っていること、まだ源田先生には言ってなかったな。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前ハムラが真犯人隠してると思ってんだろう。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、ハムラは。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやりとりは。新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ、服部さん。狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。新谷と服部ってマジ最悪の組み合わせだ、本当にね。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで1枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。先生、でもそうか、ケンジのあの人と同期だもんな。たく、なんで、浮気調査の依頼人と打ち合わせしなきゃ。探偵事務所。はいはい。これ、あれなんだね。浮気調査も一応メインストーリーの一部なんだね。完全に関係ないものとして考えてて、普通に、サブぐらいで考えてたんだけど、違うんだね。だから私はエクスペリア。普通に広告だな。こういうのって使っていいですかなのか、使うんでお金をっていうことなのか、どっちなんだろうね。
一応宣伝になるのかな。ほらほら、いった。ちょ待って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 、よし。ほらほら、よし。他人の自転車だぞ。よし。ったく、時間食っちゃったよ。自転車の持ち主が怒るよ。よし。ここか。オッケーオッケー。入って。浮気調査か。やっとなんかあれだね、探偵らしい。何、なんか、ちょっと待って。仕事のご依頼ですか。はい。源田先生の事務所の方にこちらに伺うように言われてきたのですが。あ、はい。聞いています。お待たせしてしまって、すいません。すぐ鍵開けますんで。宅配ボックスも開けれるようになったな。改めまして、探偵の矢上と申します。確か、浮気の調査だとか。はい。そうなんです。夫のことでして。夫が浮気しているか、ただの私の勘違いなのか、矢上さんに確かめていただきたいんです。夫の外出先。わかりました。では、詳しくお聞かせいただけますか。私と主人は太平通りで、喫茶店。ヘビーコーヒー。一回見たな、店。なんか触れた気がする。を営んでいます。開店以来ずっと夫婦寄り添って店を切り盛りしてきました。主人は無口ですけど優しくて、結婚してから40年、浮気どころか夫婦喧嘩をした記憶はありません。素敵なご夫婦じゃないですか。ですが、半年ほど前から主人がよく店を開けるようになったんです。これまでも店が暇な時は私に店を任せてパチンコや映画を見に行くことはありました。それが最近はほぼ毎日のように何かと理由をつけては出かけるんです。まあでもそれだけで浮気を疑うのはどうでしょうか。それに8万も出すのはどうでしょうか。新たな趣味を見つけられたのかもしれません。あなたくらいの年齢にはよくあることでは。はい、私も最初はそう思っていました。ただある日休養があって主人がいるはずのパチンコ店に行ったんですが、主人はいませんでした。偶然違う場所に行っていたという可能性は、パチンコ店だって何軒もあるでしょ。いえ、それが一度や二度じゃないんです。ほう。その後も何度か主人が店を開けていくと言っていた場所に行ってみたんですが、毎回主人はいませんでした。なるほど、それは確かに気になりますね。矢上さん、主人が店を開けた後どこに行っているのかを調べていただけますか。尾行か。そしてもし浮気をしているのなら、相手がどこの誰なのか明らかにしてほしいんです。相手の素性もお知りになりたいと。はい、あの主人が浮気するような女性がいるならどんな人なのか知りたいんです。知らない方が幸せということもあります。それでもお気持ちは変わりませんか。はい、お願いいたします。依頼料は8万ということで依頼を出していましたが。ええ、承知しています。問題ありません。ありがとうございます。先ほど申し上げた通り、主人はほぼ毎日店を開けます。今日は新作の映画を見に行くと言っていました。わかりました。では店を出たご主人をつけてみます。よろしくお願いします。店は太平通りのヘビーコーヒーだったな。行ってみるか。探偵の相場ってどれぐらいなんだろう。依頼したことがないもんでよくわからんのだが。よし、なんか入ってるよねこれ。何か届いてる。ん？真相究明パック。真相究明パックあれだけで真相究明できるのか。よし、逆か。一回ちょっとさ、着替えてみるか。せっかくだしね。あ、ダメでしたね。太平通りのヘビーコーヒー。ヘビーコーヒー、ヘビーコーヒー。400円。
とっても 大満足。最近ね、初めてあの吉野家というものに行ってみまして食べたんですけど、美味しいね。その普通の人ならみんな行くようなとこなんだろうけど、あんまりね、そういうそのお金があるなしに関わらずね、あんまり身近になくて行った。ちょっと待てもらえ、あと一人、オッケー。たく、いい加減にしろよ。いい加減にしてほしいのはこの店の人だよな。ないらっしゃいませ。うん、そうだな、ちょっと食らったから。そう、最近ね、あの吉野家行ってね、牛丼じゃないんだけど、なんか、なんだっけ、なんか食べてる。こりゃうまい。さ、行くか。ごちそうさま。やがみさん。うん、またありがとうな。あ、この前の週だっけか。日本は慣れてきた？うん。小さくなれた。予想したより悪い人が多いで怖いよ。この辺は確かにそうかもね。人殺されたとか怖い事件もあるし、そんなにいつも何かあるってわけじゃないし、大丈夫だよ。大丈夫。いい日本語。まあ、喧嘩とかは日常茶飯事だけどね。日常？何？わかんない。ああ、よくあることみたいな意味だよ。喧嘩よくあること怖いよ。巻き込まれそうになったらすぐに逃げるといいよ。じゃあ、お父さん。またね。そうするよ。ありがとうな。また来いよ。また来いよっていいな。なんか好きだな。軽いタッチが。どこ？あ、これか。ヘビーコーヒー。ヘビーコーヒーはここだな。なんか画面の左半分がガクガクしてたんだけど、何？ん？あれが依頼人の旦那だな。よし、後をつけてみるか。久しぶりの尾行だね。最初以来か、初回以来だよね。でも普通に歩いててもバレないだろうって思うけどな。そんな怪しむか。確かに怪しいよな。普通後ろ見ないもんな。おっちゃんどこ行くんだろうな。見失ってない、見失ってない。見えてる見えてる、大丈夫。カバーが、バレてる。危な。そうか、ガタンってなってもダメなんだ一応。そらそうだよな。やばいやばい。よし、これでオッケー。見えてると思うんだけどね。ん？何の写真？見えねえ。こっち側見えねえ。なんかの写真を撮ってる。何の写真だ。え？牛丼の写真を撮ってた。そんなことないよな。とりあえず車で移っていけるとは思うから、とりあえずここだな。
レストランマフィンすごいな、なんかマフィンしか出さなそうだな。やばい、ちょっと待って待って待って、 OK セーフ、誰もいないよ。っていうか、あれなんだな、スーツなんだな。コーヒー屋さんで、いや、わかんないけどさ、俺あんまりそういうコーヒー屋さんでも喫茶店って言うやん。喫茶店のマスターっていうのスーツのイメージではないよな。コンビニ？ん？女？そこ？わかった、行くよ。女性といるな。女だ。やはりご主人は浮気をしているのか。しかし、ケバい女だな。年は結構いっていそうだ。今日も赤レンガでいいか？ええ、もちろんよ。お、あ、移動し始めた。赤レンガって言ってたな。多分赤レンガホテルのことだろう。よし、消火写真は撮れるかもしれない。ホテルに入るところを撮るにはどこがいい？ここか、それともこっちか。近いだろそこは。いや、こっちかも。とにかくあの二人をつけながら写真を撮るのにはベストなポジションに行こう。スクープミッションについて。このミッションは事件の決定的瞬間を撮影することが目的です。画面右に出ているチェックボックスを満たす写真を撮りましょう。すべての条件を満たしていないとゲームオーバーです。周囲を見渡して条件を満たせるアングルを探しましょう。一つも条件を満たしていない場合はシャットを切れません。ベストショットにチャレンジしてボーナスをゲット。チェックボックスに表示されている条件以上に依頼人の要望に応えた写真を撮るとボーナスとして SP が獲得できます。写真の内容をよく考えてベストな一枚を撮影しましょう。そういうなんか野鳥を撮るゲームみたいになってるぞ。アフリカみたいな感じだ。旦那さん、浮気相手、ホテルの看板、ホテルに入る瞬間を全て押さえた状態でパシャッと写真を撮るのがベストなんだね。ホテルの看板か、そうか。いや別にそういうレンガ建ての建物に入っただけだよっていう言い訳をさせれる可能性があるから、ホテルの写真っていうのもちゃんと、写真じゃない、名前っていうのも入れとかないといけない。そうだな、っていうかこの距離でバレてねえんだったら結構近づけるな。ホテルの看板、看板か。よし、これでよしと。夫の顔ははっきり見えないが、まあこれでもわかるだろう。あとは、あー、顔見えた方がよかったのか。浮気相手の素性だな。ラブホから出てくるまで待つか。素性ねえ。そう、やっぱり浮気なんかな。ん？やっと出てきたか。たく、いい年こいてフルラウンドお楽しみかよ。フルラウンドってどういうこと？どうやらここで別れるらしいな。都合がいい。女の方をつけよう。目が怖いな、この人。また尾行パートか。あのおじさんはまだしもさ、この人が後ろを振り向いたりする必要ってある？ないよね。とりあえず車のとこまでは来たいんだけど。よしよし、一回隠れよう。誰かに見られてるようなっていうのは夜だったらわかるんだけどな、昼間なかなかないよな。たたたたた、
お、やべ。これでバレないだろう。よかった。めっちゃ見られてるけど。よしよしよし。OK。別にすぐ話しかけてもよくない？ダメなのかな？あ、でも素性か。おい、お前何者だって聞いても。そらな。わからんもんな。わからんっていうか。素直に答えるとは言い難いもんね。カラオケ大課長か。大課長って。みんなでワイワイ24時間。すごい。何道間違えたん？何やってんの？え、どういうこと？巻こうとしてる？なやお前。うろうろしすぎやろ。よし。ヒノキ。温泉行きたいな。温泉っていうかなんか、お風呂。おっきいお風呂に入りたい。見失ってません。大丈夫です。何を見た？お店の中空いてるかなってこと？どこに向かってるんだろうな。おお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 お。見えてないだろその位置。ん？サントルマッスル。シェントルか。映画か。ダイアグラム。かっこいいな。どこに向かうんだ。早くしてほしいんだけどな。やば、あっぶな。ここで振り向くとは思わなかった。よし、向かっていったな。見失ってないっす。なぜすぐ見失ったことにしようとすんだこのゲームは。見失ってないってだから。車の後ろまで一気に行こう。 OK。 そんな気にする後ろ、まあ、こんなやつがいたらな。ってかお前の方が気にしろよな、この電話してるやつ。よし、とりあえず OKOK。 よし、無料案内所、遊び場、飲み屋情報。こういうのあれだよな、多分その無料案内とか書いてるとこって信用できないんじゃないの。なんか客引きやってる飲み屋とかさ、メイドカフェがダメみたいな話と一緒でさ、客引きやってん？終わり？勝手に入ったな、ここ。勝手になんか遮蔽物に入ったぞ。あれ、ここはヘビーコーヒーじゃないか。どういうことだ。まさか。まあいい、写真もあるし依頼人に確認しよう。もしもし、のりこさんですか？八神さん、何かありましたか？調査のご報告をさせていただきます。これから事務所に来られますか？ええ、わかりました。すぐに伺います。では、お待ちしております。よし、事務所に戻るか。本当に浮気なのかな？なんかあるとかじゃな、でもな、そうだよな。ハテナ入ってるもんな。ダメだよな。これらの証拠からご主人は浮気をされているということで、ほぼ間違いないと思います。やっぱりそうですか。ごめんなさい。それで続きを聞かせてください。はい、
それで浮気相手の素性なんですが、この方ご存知ですか？この人ヘビーコーヒーの上の階に入ってるスナック花鳥族のママではないですか？はい、おっしゃる通りです。私も面識あります。そんな、こんな近くに浮気相手がいたなんて気づかない私もどうかしてるわ。いやいや、人間なかなか気づかないものですよ。特に人間関係は当人でないと分かりません。最初に言った通り、知らない方が幸せなこともあります。ご主人がご近所さんと浮気している、これは真実です。そしてその真実を求めたのはあなただ。これから先どうするかよく考えてください。八神さん、八神さんって、ありがとうございました。すっきりしました。主人とは別れます。その年でなかなか難しいよな。難しいっていうか、その別れる方、何も知らず残りの人生を過ごすよりよっぽどいいわ。本当にありがとうございました。まあその人がそれでいいならいいのかな。いえ、仕事ですから。また何かありましたらお気軽にどうぞ。こんな思いをするのは一回で十分よ。尾行した先はスタート地点だとは、東大元暮らしとはまさにこのことだな。八神探偵事務所と源田法律事務所で依頼の受注ができるようになりました。探偵事務所では掲示板で依頼を確認できます。へえ。いっぱいあるな。バーテンダーは、そうか、バーテンダーもサイドケースのやつは、探偵事務所と源田法律事務所のやつは共通かな。で、バーテンダーはバーテンダーオリジナル？オリジナルっていうのかな。街の評判も上げないといけないのか。そうかそうか。いろいろ頑張っていこうか。やったね。一気にお金が増えた。ピンボールパーラーで遊べるようになりました。早いよ。カイドウさんうんぬんって書いてあったけど。はい。ということで、一旦切って、次回、そうだね、依頼やっていきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。